氏と結婚した韓国芸能人6選。日本でも韓国でも芸能人の熱愛や結婚報道が流れるとすぐワイドショーなどで取り上げられ、世間が大いに注目するところとなります。特にお相手がスポーツ選手ともなると一層興味津々ですよね。今回は韓国でスポーツ選手と結婚した芸能人を6人ご紹介します。ハン・ヘジン。最初にご紹介するのは、大ヒットドラマ「チュモン」で一躍トップ女優になったハン・ヘジンさんです。1981年10月27日、チョルラナムド生まれの2023年現在42歳。2013年の32歳の時に、7歳年下のサッカー選手、キ・ソンヨンさんと結婚しました。ハン・ヘジンさんは、大学在学中の2002年に、日韓合作ドラマ、フレンズで女優デビューを果たすと、2004年には人間市場に出演。また、同年、朝のテレビ小説、あなたは星で、初の主演を務め、20% を超える高視聴率を獲得。この年 KBS 演技大賞新人賞に輝きました。また、2005年には、舞台にも、活動の場を広げます。さらに、2006年には、チュモンでヒロインに抜擢され、2年連続で MBC 演技大賞最優秀賞を獲得しました。化粧品や婦人服ブランドの CM モデルとしても活躍し、ファッション界からも注目される存在です。お相手のキ・ソンヨンさんは、1989年1月24日生まれのサッカー選手で、韓国代表の元首相や最優秀選手にも選ばれた経験があります。中高時代の5年間は、オーストラリアのカレッジでユースサッカー教育を受け、2006年に FC ソウルに入団、2019年のアジアカップをもって退団しました。2人は、2011年の第1回トサンアジアン W 杯で出会い、2012年に、ハン・ヘジンさんが MC を務める番組に彼がゲスト出演して、キ・ソンヨンさんに猛アタックしたことがきっかけとなりました。そして、2013年7月に結婚式を挙げた、キ・ソンヨンさんとハン・ヘジンさん夫婦は、2015年に女の子が誕生し、幸せな夫婦生活を続けています。ソン・ユリ。二人目にご紹介するのは、女性アイドルグループピンクルのメンバーであり、女優や司会業などもこなすマルチタレントのソン・ユリさんです。1981年3月3日、ドイツ・トゥービンゲン生まれの2023年現在42歳。2017年5月、36歳の時に、同い年のプロゴルファー、アン・ソンヒョンさんと結婚しました。ソン・ユリさんは、1998年にピンクルとしてデビューし、同世代から圧倒的な支持を集め、多くのヒット曲を生み出します。また、2002年のバッドガールズでドラマデビューすると、同年のドラマ、互角の勝負では主役に抜擢され、軍隊の女性少尉を演じました。また、2003年のドラマ、千年の愛では、現代にタイムスリップしてきた、クダラの姫を演じ、ドラマの中で彼女が使ったお姫様言葉が、若者の間で流行します。お相手のアン・ソンヒョンさんは、韓国のプロゴルファーで、大学の体育教育学科を卒業して、2005年に KPGA に入会し、2014年からは、ゴルフのコーチも兼任しています。二人は、2013年、知り合いの集いで出会い、2014年6月に、共に香港へ出かけるところを目撃され、熱愛報道に発展しました。そして、所属事務所もこれを認めます。さらに、2015年には、ロサンゼルスとラスベガスに旅行したことが知られました。こうして、4年の交際を経て、2017年5月に極秘結婚したことが発表されました。そして、2022年1月に、双子の女児を出産し、ユリさんは母となりました。ファン・ジョンウム。
3人目にご紹介するのは、女性アイドルグループシュガーの出身で、その後、ロマンティックコメディの女王の異名を持つ女優に転身したファン・ジョンウムさんです。1985年1月25日、ソウル市生まれの2023年現在38歳。2016年2月の31歳の時に、元プロゴルファーで2歳年上のイ・ドンヨンさんと結婚しました。ファン・ジョンウムさんは、2004年にシュガーを脱退すると、女優としての活動を開始。2009年から2010年にかけて放送された、シットコムドラマ、明日に向かってハイキックに出演し、知名度を上げます。そして、2010年のペクサン芸術大賞、新人演技賞を受賞しました。その後も、私の心が聞こえる、お金の化身、秘密、キルミーヒールミーなど多くの連続ドラマに主演します。お相手のイ・ドンヨンさんは四院大学のゴルフ学科を卒業、2006年には全国大学での優勝経験もあります。その後プロになりますが、あまり有名にはならず、父が経営する鉄鋼会社を共に運営することに。一方、ファン・ジョンウムさんは以前付き合っていたキム・ヨンジュンさんとの10年の交際に終止符を打ち、ハン・ソラさんの紹介で出会ったユンドンさんと熱愛に発展し、2016年2月に結婚に至ります。しかし、その後はドタバタが続きます。翌年2017年8月に第一子が誕生しますが、2020年9月には離婚調停を申請する事態に。しかし、2021年7月、調停中に復縁、2022年3月には第二子となる男児出産の発表がありました。雨降って血固まる、ですね。パクボミ。4人目にご紹介するのは、お笑い芸人兼女優として知られるパクボミさんです。1989年4月10日、ソウル市生まれの2023年現在34歳です。2020年12月6日、31歳の時に、同い年で、サッカー選手出身のパク・ヨハンさんと結婚しました。パク・ボミさんは、2014年にお笑い芸人としてデビューすると、2017年には、ドラマ、力の強い女、ドボンスンに出演し、女優に転向しました。以降、ドラマ、ミスター・サンシャインやコッパダン、恋するナコードなどにも出演しています。お相手のパク・ヨハンさんは4世大学卒業後、2011年に K リーグのドラフトでカンジュ FC に入団すると、2013年にチュンジュ・ヒューメル FC と警察庁無軍ファタイ九段、2019年にスウォン FC、 現在の FC アニャンと移籍し活躍しました。2人は出会って1年余りで結婚を決心します。その理由について、パク・ボミさんは自身の SNS で、この人はこれからの人生を共に歩みたいと決心するほど誠実で明るく、誰よりも自分に優しい人と語っていました。また、結婚後の活動についても、多方面で活躍したい、ヨハンは明るい人だ、夫婦でバラエティ番組の出演オファーがあれば出演したいとも語っています。そして、結婚した翌年には息子のパクシモンくんが誕生しますが、その後悲劇が訪れます。2023年6月5日、シモンくんがこの世を去ってしまったのです。まだ1歳3ヶ月でした。また、子宝に恵まれることを祈りたいですね。ショヒュンジェ。5人目にご紹介するのは、ドラマ、ソドンヨなどで公演し、新たな韓流スタートの呼び声も高いチョヒョンジさんです。1980年5月9日、ソウル市生まれの2023年現在43歳です。2018年3月24日、38歳の時に、元女子プロゴルファーのパク・ミンジョンさんと結婚しました。チョヒョンジさんは、1999年にドラマ「カンスト」で俳優デビューしますが、それ以前には
アイドルグループガーディアンで歌手活動をしていました。名前が知られたのは2002年のドラマ出番です。そして2004年日刊合作ドラマスターズエコーあなたに会いたくてに出演し話題になりました。その後帝王の娘スベクヒャンなど多くの時代劇ドラマに主演し人気俳優となります。最近ではヨンパリ、君に愛を届けたいや病院船、ずっと君のそばに、仮面の秘密といったドラマに出演しています。お相手のパクミンジョンさんについては一般人ということでチョヒョンジさんがその情報公開を控えていたこともありプロゴルファー出身の事業家程度のことしか知られていません。パクミンジョンさんはチョヒョンジさんが習っていたゴルフの先生の知人で、そうして出会った2人は2014年から交際を始めたようです。チョヒョンジさんも2016年10月には熱愛を公式に認め2018年3月の結婚に至ります。そして2018年11月に第一子となる息子が、また2021年10月に第二子となる娘が誕生しました。チョヒョンジさんは父親としての温かいイメージを買われて幼児向け出版社の専属モデルとなったり、夫婦2人でバラエティ番組に出演し大いに話題になりました。ベッジヒョン、最後にご紹介するのはスーパーモデル大会での入賞経験がありスポーツ専門アナウンサーとして活躍するベッジヒョンさんです。1987年1月22日ソウル市生まれの2023年現在36歳です。2018年1月の31歳の時に同い年のプロ野球選手リュ・ヒョンジンさんと結婚しました。ベッジヒョンさんは大学卒業後2013年まで SBS スポーツでスポーツ専門アナとして活躍し、2014年からは公園スターズと専属契約を結び、さまざまな活動を続けています。173センチの高身長と茶褐色の肌に可愛い目つきが魅力的で、2009年にスーパーモデル選抜大会に出場して入賞した経歴があります。お相手のリュ・ヒョンジンさんは米大リーグで10年目を迎え、現在ブルージェイズに在籍し、韓国野球界では最高年俸を誇る選手です。2人は野球が縁で自然と恋人関係に発展し、2017年9月には結婚を前提に熱愛中だとの報道がありました。そして約2年間の交際の末、2018年1月の結婚に至ります。結婚式の司会をユジソクさんが務め、オジホさんやジョン・ヨンファさんなどの芸能人が列席したそうです。そしてトロントで2020年に第一子となる娘が誕生、2022年にも第二子となる息子が誕生し、幸せな結婚生活を続けています。まとめ、いかがでしたでしょうか。今回は韓国で直近10年以内に誕生した芸能人とスポーツ選手のカップルを追跡、紹介しました。お相手のスポーツ選手は、ゴルフ3人、サッカー2人、野球1人といった状況で、日本だと野球選手が多いのに比べ、ゴルフ選手が多いのに驚きますね。また、意外と同い年婚が多いようです。今後の幸せな結婚生活が継続し、仕事にもいい影響が出ることでしょう。